十の屋のお月様を見上げるうさぎの壁面飾りです。夜の背景の上に花瓶と三宝を置きます。三宝の上にはお月見団子、花瓶にはすすきと桔梗を飾りましょう。そしてお月様を見上げるうさぎたち、周りにはコスモスの花を散らして囲みます。空の部分が大きいのでお月様も大きくしてみました。タイトルを入れて出来上がりです。それでは各パーツの作り方を簡単にご説明します。詳しい動画もありますのでご覧ください。まず花瓶です。厚めの用紙を半分に切ったら周りを折って花瓶の形にします。裏側からぐるりと両面テープを貼ります。口の部分を少し浮かして台紙に貼り付けましょう。余分なところを切り取って壁面にしっかりと留めます。次はお団子と三宝の作り方です。お団子は直径約4センチの丸をボール紙で作ります。その上にふわっと丸めたお花紙を置き、丸みが出るように包みます。三宝は段ボールで作ります。下の台の真ん中に穴を開け、少しずらして貼ることで立体感が出ます。団子の下に敷く紙は三角に切って、裏から表に垂れるように貼ります。これを組み合わせればお供え団子の出来上がりです。すすきは薄めの紙を使って作ります。チラシの棒を作るのと同じようにして茎を作りましょう。葉っぱは細く折って、両端をホッチキスで留め、それを2つに切り分けます。端のホッチキスを切り落とし広げておきます。穂は B5 の紙を6つに折り、端をホッチキスで留めて幅3、4ミリに切っていきます。切り込みのない方に糊をつけ、楊枝に巻きつけていきます。この根元に糊をつけて先ほどの茎に差し込みます。葉っぱも付け根の方に糊をつけ、茎を包み込むように貼っていきます。最後に葉っぱを曲げればすすきの出来上がりです。桔梗の作り方は百合の折り紙と同じ折り方ですが、手早くきれいに折れるように手順を少し変えています。詳しくは桔梗の折り方の動画をご覧ください。この形まで折れたら先を1ミリほど切り取っておきます。葉っぱは色画用紙で作ります。切り込みを入れて交差させ、はみ出たところを切り取ります。おしべは黄色いお花紙を小よりのようにして作ります。これを組み合わせていきます。おしべをワイヤーでまとめ、付け根のところに糊をつけて花の中に通したら、フローラテープで葉っぱと一緒に巻き、それを数本束ねておきます。次はコスモスです。 B5 ぐらいの紙を縦半分に細く切り、それを半分に折ります。
そして4等分の屏風折りにしたら、花びらを3つ描きます。ホッチキスで留めて切り離し、先をギザッコで切ります。普通のハサミで切るときには先のギザギザから切ってください。指にラップを巻き、クレヨンを伸ばしたら、軽く撫でるように色付けをします。先の方は濃く色付けをしてください。反対側も同じように色付けし、ハサミで筋を入れます。2枚を十字に交差させて貼ったものを2つ作り、45度ずらして貼ります。真ん中に黄色いクレヨンで丸を描きましょう。花ができたら葉っぱをつけます。こんな形に切った葉っぱを花びらと花びらの間に貼っていきます。3枚くらい貼りましょう。紙やクレヨンの色を変えてたくさん作っておきましょう。壁面に合わせて大きさやレイアウトを工夫してみてください。うさぎの型紙もダウンロードできますのでご利用ください。